2024年2月26日月曜日中論の訓読をしていく爆走爆読していく中陽第1段この段は総論である第1節正・道・教教えの関係を明らかにし道の実践が新読を根本とすることを説く 天の命ぜる、これを生という性に従うこれを道という道を治る、これを教えという。天が人間に人間として生きるべき根本のものとして明じ与えたものこれを生というのであるその生に従い行ってゆくところに成り立つものこれを道というのである。またこの道を宝の強制によらずに自律的に習得することこれを教えというのである。 道なる者は周も離るべからざるなり離るべきは道にあらざるなりこのゆえに君主はその見えざるところに改心しその聞こえざるところに恐怖する隠れたるより現れるはなくかすかなるより明らかなるはなしゆえに君主はその毒を慎むなりされば道というものは本来ほんのわずかの間も人間から離れられないのである。 もしも離れられるならその道は真の道ではないのである。さればこそ道に明らかな君主は道を治めていくのにその外に現れているところは言うまでもなくその定かには見えもしないところから戒め慎み聞き知れぬところから恐れ慎むつまり隠し立てする姫事ほど人前にさらけ出されて 噂の種になるというたといの通りで最も戒むべきことは人知れぬことにあるだから君主は我と我が身一人の守りを慎み納めることを根本とするのである 2> 第二節。 道の実践は心の中性さから始まって全ての物事の節度を得てついに天地の大調和を調実現すべきことを説く喜怒哀楽の未だ発せざるこれを忠という発してみなせにあたるこれをかという忠なるものは天下の大本なりかなるものは天下の達道なり中華を致して天地暗いし万物育す。 さて人の行いは物事に触れて感情の動きとなることから始まるがその感情が喜怒哀楽などとなって外に現れる前に心の平静さがあるべきであるそれを忠というこの忠が現れるとその行いは全て物事の節度に合致することになるこれを地という。だから忠こそは天下が秩序正しく収まるための 大根本である「和」こそは天下にあまねく実現すべき道であるこのようにして「中」と「和」とを実現し尽くせば人間世界ばかりでなく全世界の秩序がいささかの狂いもなくなりありとあらゆるものがその成長を遂げて全宇宙が繁栄するのである 2> 第2弾。 君子の道は中庸であることを論ずる。第一節、君子の道は中庸であるのに人のこれを全うしないことを担ずる」。十字曰く君子は中庸す、小人は中庸に反す。君子の中庸や君子にして時軸当たる。小人の中庸や小人にして帰還するなきなりと。孔子は言われた。 君子の行いは中である。ところが精進の行いは中庸にたがっているというのは君子の中陽は君子の人柄通りにどんな時でもその節度にかなっているところが精進の自ら中庸と称していることは精進の人柄のままに目先のことに惹かれて慎みおもんぱかりもないのであると 曰く中陽はそれ至れるかな民よく久しゅうすること少なしとそこでまた孔子は「中陽はまことに至り深いことであるよ」「されば人は誰でも勤めを行わなければならないのに人々はほとんどこれをしとげようとしない」と言って嘆かれた。 い曰く道の行われざるや我これを知れり、知者はこれに過ぎ愚者は及ばざるなり、道の明らかならざるや我これを知れり、賢者はこれに過ぎ負傷者は及ばざるなり、人飲食せざるなきも、よう味わいを知ること少なきなり,なきなりと、さらに孔子は道が世の中になかなか行われないことは、 私自身心得ている賢い者は人々の注意を引くような光栄なことに走って道を不足に思い愚かな者は自分だけの卑しいことにふけて道に心を向けようともしない道が世の中になかなか現れ出ないことは私自身心得ている。才能の優れている者は人々を驚かすような神奇なことを務めて道を励まず。 才能の劣った者は一心の利益を負って道を務めようとしない人は誰でも飲み食いしてものを味わっているのに真にものの美味を味わうことのできるものは稀であるという例えの通り道は何人もあまねく世の中に行うものであるのに真にそれを行うものが少ない,少ないのだと言われた。C 曰く、 「道はそれ行われざるかな」とそして「道はまことになかなかに世の中に行われないことよ」と言って痛惨されたのであった「第二節春、縁塩、白の霊と孔子の十回等を挙げて君子の道を行い中央に終始すべきことを説く。 湧く「春はそれ大地なるかな春は好んでといて好んで次元の冊子悪を抑えて善のあぐその両端のとってその宙を民にも中それここをもって春となすか」としかし忠予を行った者はまず古の聖人春である孔子は「春は世にも知得の優れた人であったことよ」。 だが春は自分の最地に任せて行ったのではなく自分から好んで他人に尋ねて進んで身近な言葉の実行しやすい良さを明らかにし悪いことは抑え良いことは取り上げて広めたつまり人々の意見のうちから物事の両極をよく考え合わせてそのうちの最も良いことを選んで人民に用いるようにしたのである「そもそもこのようであったればこそ春というのであろうよ」。 と通嘆された。しいわく人皆我を地位なりと言う」「借りてこれを国家完成のうちにいるるにしかもこれを知りてさくるなきなり人は皆我を地位なりと言う」 注意を選び、しかも期月も守ることあたわざるなりとそこで孔子は春を理想として道を納めて太一の徳を備えられたのであるが孔子自身は世上の人々は皆私を知者であるというだが私は狩り場で駆り立てられて網や罠や落とし穴に追い込まれるのにそれを悟って逃げ去ることなどのできない獣と同じで 人々の意見,に意見に惑わされて不正を避ける術を心得ていない。まことに世上の人々は皆私を知者であると言っているだが私は「中世を選び取りながらわずか1ヶ月の間さえも守り抜くことができないのである」と自戒して中意を守ることを務められたのである。 曰く「甲斐の人となりや中世を選び一善の売ればすなわち権権服用してこれを失わずと」とそこで孔子の門人たちも皆中庸を励んだ中でも岩塩が最も優れていた孔子は甲斐の,の人柄というものは中世を選び取り 一つの良いことを知るとそれを心,め心を込めて自分の知識にしてしまい二度と忘れないこのようにして常に向上に努めているのであると言われた。し曰く「天下国家をも治むべきなり尺力をも自すべきなり白人をも踏むべきなり中陽はようすべからざるなり」。 されば孔子はまた人にとって最もなしがたいことは天下国家を安らかに治めることと皇位交換を潔く辞退することと勇敢に敵の中に攻め入ることなどであるがそれらも忠意を守ることに比較すると天下国家はなお平らかに治められる公爵講禄はなお辞退できる白人はなお踏み破れる。 だが、中庸だけは行い、通すことができない。その困難な中、庸を眼科はまことによく行っていると言って感嘆された。 白を問う、い曰く南方の教か北方の教かそもそも何時の教か。勘十持って教え無道に報ぜざるは南方の教なり君子これによる。金閣を仁にし金閣を仁とし死するも厭とわざるは北方の教なり。何時の強者これによる。ゆえに君子はかして竜せず教なるから教たり。 中立して偏らず、今日なるかな、るかたり。国に道あるも才を偏ぜず「強なるかな強たり国に道なきも死に至るまで偏ぜず強なるかな強たりと」と孔子が元元の立候を算誕されるのを聞いて平然勇気を自負している白は「それならば強いということはどういうことですか?」と問いかけた。 はまずお前の問うているのは南方の京のことなのか北方の京のことなのかそれともまたお前の考えている京のことなのかさて並々の人には広い心やりの穏やかな態度で教え導くようにし道に外れた行いで立ち向かってくる者には節度を守って報復することはしないこれが南方の京というものである君主はこの京によって行う。 これに対しし、て戦闘を自分のののの任務とと一心も辞さない、いうのが北方の教である。「お前の考えている教者がこれによって行うのである」と言って白の決起を抑え次に「それだから君子の教によって君子は心広く穏やかでよく人々と和合するのであって自分の守りを失って人々の意見に押し流されることがない。 この強さこそまことの強さであるぞつまり中央にすっくと立って傾かないように自分から毅然として中央を守っているこの強さこそまことの強さであるぞされば国に道が行われて人々が富み栄えている時も自分の利益や名誉に憧れて平然の深く気する思いを変えるというようなことはしない。 ここの強さこそ誠の強強ささそであるぞ。また国に道が行われず貧乏や苦難や一心が責め苛なまれる時でも浅はかな心を起こさず平勢の深く気する思いを死ぬ時まで守り抜いて変えないこの強さこそ誠の強さである」と言って諭された。 いわく隠れたるを求め怪しきを行うは後世のぶるあらんも我はこれをなさず君子は道に従いて行うハントにして敗するも我はやむあたわず君子は中庸による世を逃れて知られざるも恨みざるはただ聖者,のみよう聖,聖者のみこれをよくすとそしてさらに言葉を続けて。 孔子は世上の知者のように逆しらだって並々,並々の人には知れない道理を探り出したり世上の賢者のように人には行い難い甚だ風変わりなことをしたりするのは後の世になってもそれを褒め添やして引き継ぐかもしれないが私はそんなことをしない君子というものは常に道を守って行動するのである。 たとい力が足らず途中で倒れようとも私は道を守ってやめることができない。君子というものは常に中養をよりどころにするのである。忠養をよりどころにしながらたとえ世間から身を隠して人々に知られないということがあっても人を咎めず運命を恨まずに忠養を全うしているのはただ聖者だけが行うことができる。 私もその聖者を学ぼうとしているのである」とその毅然として不動の志を明らかにされたのである第3節以上の第2弾の叙述を締めくくって君子の道は日曜から公演に至るまでを 兼ね備えているることを主張する「君子の道は非にしていいんだり夫婦の愚ももって預かり知るべしその至れるに及んでは成人といえどもまた知らざるところあり夫婦の不詳ももって用を行うべしその至れるに及んでは成人といえどもまた用せざるところあり」。 このように君子たる者の,の守りを行う道は一面から見れば明白で知りやすいとともに他面から見れば奥深くて極めがたいのであるそこで平凡な人間の愚かな知恵でも道を知ることができるだが道の極みになると成人でさえもやはり知らないこともある平凡な人間のつたない才能でも道を行うことができるだが道の極みになると 成人でさえもやはり行うことができないこともある天地の大なるも人なお恨むるところありゆえに君子大を語れば天下もよう乗するなし賞を語れば天下もよう破るなし死に曰く とその昇華に明らかなるを言うなりこの世で最も広大なものといえば天地であるがその天地の広大さに対してさえ人は不満に思うことがあるさればこそ君子はもし大きいことについて論ずるとすれば世界中の人力をこぞっても乗せられないような 巨大なことを挙げ小さいことについて論ずるとすれば世界中の知恵を絞っても分割できない極微のことを考えるそのように絶対的に不,不変高級な道を思考するのである「晴天死教には「雨土の神の恵みのあまねきところ富は空高く飛んで天の彼方にかけり 呉王は深い淵のうちにはつらつと踊ると歌っているこれは結局道は上下四方にあまねく明らかに行われることを言っているにおかならない君子の道は端を夫婦に始めその至れるに及んでは天地より明らかなり要するに君子の道はその短所を 平凡な人間から始めているのであって誰にも知りやすく行いやすいものでありしかもその極みになると天地よりも著名なほど光栄なものであるそこで人は自分から喜んで君子の道を理想とし終始向上に努めなければならないのである第3弾。 君子の道の実践について解きその根本は誠に帰することを明らかにする。第一章談その実践は人を治めるのに始まるがその要は己を治めて天命を待つにあることを明らかにする。第一節道は人道であるから人をもって人を治めよという原則を掲げる。 死に曰く道は人に遠からずと人の道となして人に遠ければもって道となすべからず死に曰くかを切りかを切るその乗り遠からずとかをとりてもってかを切り義してこれを見るもなをもって遠しとなすゆえに君子は人をもって人を治め改めればすなわちやむ。 さて孔子は「道は人から離れてはいけないは離れてはいない」と言われた。まことにこの世の人間が道とするものでありながら人間から離れているならばそれは真の道とは言えない。詩には「蚊を切るよ蚊を切るよそのノリは遠くない」と歌っている。そのように法則は人の身近にあるものである。 ところがよく考えないと斧の絵を作ろうとして斧の絵を握り持ってかの木を切り絵の型になるその握った絵を横目でにらみ見ていながら絵の型は別に遠く離れてあるように思い誤るものであるさればこそ君子は身近に考えて人間の自然な思想感情をもとにして人を治め また、豊かな心で他人の自発を待ち他人が不全を自分から悔い改めればかくなに責め立てることをしないのである第二節「人と交わるには忠辱を胸とし平常の原稿を慎むべきことを説く。 中女道を去ること遠からずこれを己に施して願わざればまた人に施すなかれそこで忠女が道に至る大切なこととなる忠女とはある物事を自分の身に経験して願わしくなかったなら他人に対してもその物事を仕向けるなということであるこれはまことに身近で行いやすいことである。 君子の道しきゅういまだいつももをも用せず子に求むるところもって父に使うるはいまだ用せざるなり真に求むるところもって君に使うるはいまだ用せざるなり弟に求むるところもって兄に使うるはいまだ用せざるなり応用に求むところまずこれを施すはいまだ用せざるなりだがこうしでさえも言っておられる 君子の行うべき道は4つある。だが私9はそのうちの1つさえも行い得ていない。第一に私が子に対してかあってほしいと望むところ、それをもって私自身が父にお仕えすることはまだ十分にできていない。第2に私が臣下に対してかあってほしいと望むところ、それをもって 私自身が君主にお仕えすることはまだ十分にできていない。第三に私が弟に対してかくあってほしいと望むところそれをもって私自身が兄に仕えることはまだ十分にできていない。私が友人に対して望むところそれを私自身が先に友人に対して行うことはまだ十分にできていないと。中女は、 えやすい実践の方法であるけれどもそれを完全に実践することは孔子のような聖人でさえも及びがたいとされることであって耐えざる努力を要するのである「養徳をばこれを行い用言をばこれ慎み足らざるところあればあえて勤めずんばあらずあまりあればあえて尽くさず元はこうを顧みこうは元を顧みる」。 何ぞ醸造じたらん。されば人々は自分自身に対しても他人に対しても常に一定の得をは行いまことのある言葉を慎み守らなければならない自分から反省して足りないところがあれば努力せずには置かないし他人よりも余力があれば自制して他人をしのがないようにする。 そして物事を言い出そうとすればそのことを実行し応せるか否かをよく考えまた物事を実行しようとすればそれが正しい考えに合っているかどうかをもんぱかって元と行との一致に努めるこのようであるから君子であろうと志す者は常に恐れ慎んで身を治めずにはいられないのである第三節。 世に入れては時所位時所位に即して忠誠を行うべきことを解きその根本は己を治めるにあることを明らかにする。君主はそのくらいにそしては行いそのほかを願わず。風紀にそしては風紀に行い貧仙にそしては貧仙に行う。意的にそしては意的に行い観難にそしては観難に行う。君主はいるとして自得せざることなし。 次に世に出ては君子は自分の当面する位置境遇において道を行うに最善を尽くしみだりに他人の境遇を羨んで横島な行いに陥ることがないつまり幸いに富み栄えている殉境にあってはよく自身から抑制しておごり高ぶらずしかも好んで道を行い不幸にも貧しく落ちぶれた逆境にあっては自分から卑屈に陥って他人におもねるようなことなく 常に変わらぬ楽しみをを持って道を行うやむを得ず祖国を離れて野蛮人の間に住まなければならない時は人との約束を守り慎み深く振る舞って自然に野蛮人をも道に感化させるようにし万一非常に困難な状態にぶち当たった時,にぶち当たった時は困難に耐えて取り乱さず死をかけて道を守り通すのである。 このように君主はどんな境遇にいろうとも常に自主自由に道を行うのである上位にあっては霜をしのがず快にあっては髪を引かず己を正しいして人に求めざればすなわち恨みなし神天を恨みず霜人を咎めず。 ゆえに君主は意に降りて持って命を待つ精進は剣に行きて持って功を求むまたついに官について人を治める位置につけば高い官位にあっては自分より下位にあるものを軽蔑して自分の勢力を張ることなく低い官位にあっては自分より上位にあるものをみだりに非難して政務を乱すことをしないつまり 自分自身を正しくすることを努めて他人に対して物事を責め立てることをしないならば他人から恨みを買うことはない恨まれないばかりでなく自分は神は天命を恨むこともなく下は人を咎め立てることもなく信ずる道を行うのであるさればこそ君主は道の平らかなところに心安らかにしていて天命の幸いするのを待つのである。 これに反して精進は道な,道ならぬたくらみの険しい難所に踏み入ってこぼれ幸いを拾おうと焦るものである。詩曰く「斜は君子に似たることありこれを正国に失すればこれをその身に反響す」と。孔子は写術は君子の行いに似ている。 矢を的に言い当てることに失敗するとその原因を自分の身について反省するのであると言われた誠に君子の行いは行いの要は自制して自分自身を正しく収めることから始まるのである 2> 第二章段解説 右の実践はついで近く一家のは父母のへの行から始まって遠く政治に及ぶことを解きその根本は宗教と宗教と地名とにあることを明らかにする第一節一家のうち一家のは父母への行から始めることを解き 合わせて訓心の徳を明らかにする。君子の道は例えば遠きに行くに必ず近きよりするがごとく例えば高きに登るに必ず低きよりするがごとし君子が道を行うのは例えば遠方に行くには必ず近いところから出発し高山に登るには必ず低いところから発足するように 順序を踏んででするのである。のあ詩に曰く「祭祀皇后すること執禁を打ち鳴らすがごとし、慶慶も既に逢い辛くしてかつ楽しむ。何時の執家によろしゅう何時の再度を楽しましめんこと」と詩には祭りの宴に妻や子たちとは大ごと小ごとの整い合うように心から打ち解け。 兄弟とも、兄弟ともども、むつみあって、しみじみと楽しんでいる。かくて、御身の一族に幸い多く、幾久しく妻や子を楽しませんこと、と歌って、一家族の和合を教えている。すでに身を収めることを知れば、このように家をよく整えなければならないのである。死に曰く、 妻子混合すること失金を打ち鳴らすがごとしんもとい「死いわく父母にはそれ順ならんかな」と「さればこそ孔子は父母に対しては素直であれよ」と言われた「父母の残し置かれた一家をよく治めて父母の心をよ喜ばせなければならないのである」 死いわく、鬼神の徳たる、それ盛んなるかな。これを見れども見えず、これを聞けども聞こえず、ものに対して残すところ、あらず、天下の人をして、催命し、征服して、もって、祭祀をあげしむ、養々子として、その神にあるがごとく、その左右にあるがごとし、死にいわく、神の至る、はかるべからず、言わんにゃいとうべけんにゃ、と、 父母の祭りのことから進んで鬼神の働きを明らかにされ孔子は次のように言われた「鬼神の働きというものは誠に盛大であることよ」「鬼神の形を見ようとしても見えず鬼神の声を聞こうとしても聞こえない」だが鬼神は一物も残さずすべてのもののもととなって形を与え働きを与えてものを成り立たせるまた天下の人 何人もにも心を清め身を清め最場の衣服をつけてそして祭りごとをあげさせる祭りをすれば鬼神は斎場にゆらゆらに満ち満ちてさながら祭る者の,の上にも左にも右にも望んでいると感じさせ誠を尽くさせるされば死には神が来後をしたもうのは人の浅はかな心で予測もできず まして「来臨して示したもう威力をいとい避けることもできない」と歌っていると「それ美の剣なる真の大うべからざる格のごときかな」「そもそも鬼神のように整美なものこそ極めて明らかになるということつまり誠なるものは覆い隠せずに必ず現れるということはこの通りである」 第二節有徳者が下りを得ることを主として春分部孔のもと <laughs> い春分部衆の功を述べかねて祭礼の教科上の意義に及んでいる。C 曰く春はそれ対抗なるかな徳は聖人たり孫は天使たりて視界の内を浮遊す創病にこれを教し子孫これを保つと。 ゆえに大徳は必ずその位を得必ずその六を得必ずその名を得必ずその十を得ゆえに天の物のを生ずる必ずその罪によって圧すゆえに立つ者はこれを培い傾く者はこれを覆す鬼 <laughs> 神の徳に次いで鬼神をよく祭り功の徳を治めた聖人に説き進められて 孔子は秦はまことに偉大なる功の徳を身に納めた納め得た人であったことよ。さればその徳はといえば仰がぬ人のない聖人でありその尊さ,と尊さはといえば最も尊い天使の位についてはまねく天が治めたまたその死後は御霊屋に手厚く祀られ子孫が代々その祭りを継いでいったと言われた。 これによって見ると偉大な徳のある者は必ず人を治める位を得必ず十分な俸禄を得必ず名誉を得必ず必ず健やかな長命を得る者であるそれというものを天が物を生ずるや必ず者それぞれの才能によってそれを発展させるからである それはちょうど農夫がまっすぐに追い立つ作物には土寄せして大いに成長させるようにし横ざまに倒れかかって成長の望みのない作物は抜き倒してしまうのと同じである死にい辛くの辛くなるかな君子。 たる礼徳は民によろしゅう人によろしゅう六を天より浮く法助けてこれを命じ天よりこれを重ねると故に体徳ある者は必ず命を浮く死にはまことに楽しいかな君子を御身の輝かしい善徳は人民から慕われ褒められて幸いを天から受けなさる今法が助けて御身に命じ さらに天から重ねて命じられていると歌っているこのように偉大なるとこを備えた者は必ずや天命を受けるのである「神意わく憂いなき者はそれただ分能か王妃をもって父となし武王をもってことなす父 これを作り、こうこれをのぶと。さらに孔子は、世に何の心配事もないのは、分能だけであろうよ。王貴を父とし、武王を子とし、父、王貴が宗の王行を始め、この武王がこれを受け継いだからである、と言われた。武王は太王を大き、文能の長を継ぎ、ひとたび重位して天我を保てり、 身天下の権命を失わず取ったっときこと天使となりて視界の内を浮遊す僧病にこれを供し子孫これを保つまことに武,武王は太王王毅武王以来の一筋の王行の糸口を継いでひとたび立ち上がって軍勢を起こすや天下を平定してしまったその身は受命者たるの 世にも輝かしい名誉を失うことなくたっとくも天使の位に登って視界の内をあまねく収めることになったその死後は装備を設けて年頃に祭られ子孫がその祭りをやめずに次伝えた。 武王松に命を受け宗公文武の徳をなし大王王旗を追悼し上千公祭りに天使の礼をもってせりこの礼や諸公大夫及び死、諸人に達す父大夫たり公敷いたれば葬るには大夫をもってし祭るには死をもってす父敷いたり公大夫たれば葬るには死をもってし祭るには大夫をもってす 木のもは大夫に達し三年のもは天使に達す父母のもは貴先となくいつなりただ武王は晩年に天命を受けて天使の位につき 礼を定めるいとまがなかったのでその弟の宗公が文の武王の徳を完成して礼を制定し中でも祖先を祭るには大王を王妃には遡って王という名を送りまた宗の始祖の公職から大王の父に至るまでの先皇を遡り祭るには天使の礼を用いたこのように葬るには死者の位の 礼を用い祭るには跡継ぎの子孫の位の礼を用いるという定めはただに宗公がその祖先を祭る場合ばかりではなく諸公退夫以下司書人に至るまであまねく通じを行うものとしたつまり父は退夫の身分であったが子は下って死の身分である場合には父を葬るには退夫の礼を用い祭るには死の礼を用いまた逆に 父は死の身分であったが子は昇進して大夫の身分である場合には父を葬るには父の身分の死を持ち祭りにはこの身分の大夫の礼を用いるのである一年の服もは天子諸侯を除き司書人から大夫にまで通用するようにし三年の服装は司書人から天子にまで通用するようにした父母のための服装 つまり三年のもは「藻」は身分の規制の分け隔てなくあまねく同様にしたこのようにして宗公は何人にも行われまた行うべき礼を定めたのである「神曰く無王宗公はそれ達幸なるかな」と そこで孔子は「武王と宗公とはまことに孔の極みを尽くされたことであるよ」と言って簡単されたそれ孔とは「よく人の志を継ぎよく人のことをのるる者なり春秋にその素病を治めその早期を貫ねその宗位を設けその辞職を進む宗病の霊は小木を除するゆえになり」 尺を除するは稀船を弁ずるゆえんなり、ことを除するは剣を弁ずるゆえんなり、旅宗に下の神のためにするは仙に及ぼすゆえんなり、炎毛は弱いを除するゆえんなり、その位を踏みその礼を行い、その額を奏しその尊ぶところを敬し、その親しむところを愛し、死につこおうること、生につこおうるごとく、亡につこおうること、尊につこおうるごときは、 の至りなりな「そもそも真の功とは不祖のなそうとした志元意を築いた事業をよく継承し完成することそのことを言うのである。されば春秋の時節ごとに祖先の病を清らかに整え納め祖先から伝来の祭祀や宝物を並べ楽器をかけ連ね また祖先の衣服を真意に備えてその霊の寄りつくところとしそうして祭礼を挙げ時節ごとの良き収穫の食物をお勧めして祖先に政治のようにお仕えするのであるそしてこの僧病における霊は世代の別を明らかにして一族の敬愛を増す意義を持っているものであるまた僧病のうちにおいて身分によって 積順の上下を定めるのは身分の高いものと低いものとの別を明らかにして徳を積んで身分を高めることを勧める意義を持っているものである祭りを行うのにその勤め事の人によって重い軽いの順序を定めて奉仕させるのは賢いものと愚かなものとの別を明らかにして 物事を明らかに努め行うことを進める意義を持つものである神の福を受ける段になって旅修の礼を行い最下位の者から順に最上位者に対して修礼を行うのは神の恵みを身分の低い者にまであまねく及ぼす意義を持っているものである。 神白く年老いた人を定石としてくつろいだ縁を行うのは年齢によって長用の序を立てる意義を持っているものである。要するに僧病の祭りは祖先の志と事業等を継承することを型通りに示しているものである。そこでそのことをよく考えて堂々つ慎んで、もとい常々慎んで祖先の伝えた位を落とさずに次ぎ、 祖先の定めたもろもろの法則を励み行いその音楽を奏して和合を図り祖先が尊敬した人々を変わらずに尊敬し祖先が信愛した人々を変わらずに信愛して人を治め人に接しまた今は亡き祖先にお仕えすることひたすらに剣に生存している人に対するように誠意を尽くすのが最上の功である。 後者の例は上天に凍るゆえになり僧病の例はその千を祀るゆえになり後者の例、帝将の儀に明らかなれば国を治ることそれこれを棚心に置くがごときかところで祭礼のうちで最も重要なのは 後者の祭りである後者の祭礼は万物のもとである朝廷にお仕えして万物の成長に障りがないように天地の秩序を正すことであるから天上の主たる者が務めなければならぬことである。それはちょうど僧病の祭礼はその一族の祖先を祭ってその繁栄を図ることであって一族の長が務めなければならぬのと同じである。 それだから天使が後者の祭礼僧病の春秋の祭礼をよく知っていて謹んで執り行うならば天地も平和に人民の振幅を集めてその国家を治めることは国家を象徴において扱うようにたやすいことであろう。第三節。 政治の本義本務を述べその要はその要は己を治めることをもととして人を知り天を知るにあると説く愛好性を問う死いわく分部の性は敷いて方策にありその人損すればすなわちその性上がりその人なければすなわちその性やむとロの君の愛好が孔子に いいかかにすれれば良い政治をを行うことができるかを尋,ね尋ねられたことがあった。その時孔子は後世の為政者が反とすべき文の武王の政治の様はつまびらかに書記録に書き留められていますですがそれを十分に行う徳と才能等を備えた人物がありますれば文の武王のような善政も大いに行われますがそのような人物がありません。 政治は衰え滅びえ「そのような人物がありません」と「政治は衰え滅びてしまいます」とお答えした「人道は生を務め地道は儒を務むそれ聖なるものは滅なり故に生を治るは人にあり人を取るには身をもってし 身を治るには道をもってし道を治るには人をもってすまことにこの世の人間の務めは世の移り変わりはどうあろうとも政治をよくするによくするように努力することに。 ある点から言えば政治というものは尽力を大いに加えなければ収穫を上げられない黒い荒れ地のようなものであるつまり良い政治を行う根本は有徳の人物を登用してその力を借りるようにするにある有徳の人物を採用するには 君主がその身を正しく治めているのが元であるその身を正しく治めるのには道を行わなければならぬ道を行うには仁を志し仁を広めなければならぬ仁は人なり 信を親しむを大なりとなす義は義なり剣を尊ぶを大なりとなす信を親しむの際剣を尊ぶの等は霊の生ずるところなりかくて政治は仁義霊を敷くことになるのであるが仁とは人間を人間として信愛することであるそのうちでは 上記の自分の親しいものを信愛することが最も大切である。義とは物事の親切さを得ることである。そのうちでは上記の賢者を賢者として尊敬することが最も大切である。んといそのうちでは上記の自分の親しいものを信愛することが最も大切である。義とは物事の適切さを得ることである。 そのうちでは上記の賢者を賢者として尊敬することが最も大切である。この自分の親しいものを信愛することを元として信愛を広く人々に及ぼし賢者を賢者として尊敬することを元ととして尊敬を広く人々に及ぼしてゆく上で一定の順序・紅白の品分けが定まる。 こここから霊が起こってくるる。のであるゆえに君子はもって身を治めざるべからず身を治めんと思わばもって親に仕えざるべからず親に仕えんと思わばもって人を知らざるべからず人を知らんと思わばもって天を知らざるべからず だから政治を行う要は君子が自分の身を正しく治めなければならない自分の身を正しく治めようとするにつけては自分の最も親しい親によく使えなければならない親によく使えるにはあまねく人々のことを知らなければならない人々のことをよく知るには生類のもとである天を知らなければならないのである。 第3章段「実践の道を人臨の御達道と行政の休憩とにその実践の徳を三達徳に総括ししかもその終始する根本は唯一の誠であることを明らかにする」。第1節道を御達道に徳を,徳を三達徳に要約しその根本も支局もいつであることを説きその 習得の法を示す天下の達道は五これを行うゆえんのものは三いわく君臣なり父子なり夫婦なり根底な,なり法有の交わりなり五者は天下の達道なり知人有の三者は天下の達得なりこれを行うゆえんのものはいつなりさて人の世に。 いつもどこでも変わらずに行われている道は大きく分ければ5つある。また人がその道を行うために身に収めていなければならぬとこは3つある。何かといえばそれは君主と臣化との間にある道である道であり父と子との間にある道であり夫と妻との間にある道であり。 兄と弟との間にある道でありうんふとふとの間にある道であり兄と弟との間にある道であり友達の交際の道であるこの5つが人の世にあまねく行われている道であるまた地位人うこの3つが誰でもいつも納めなければならぬ徳である しかもこの道を知って得を行う根本はただ一つであるあるいは生まれながらにしてこれを知りあるいは学んでこれを知りあるいは苦しんでこれを知るそのこれを知るに及んではいつなり あるいは休んじてこれを行いあるいは理してこれを行いあるいは勉強してこれを行うその功を成すに及んではいつなりこのように道と徳とは誰でも知って行うべきものであるが実際には人々によってあるものは生まれながらにこれを知り あるものは学んでからこれを知りあるものは苦しみ学んでから知るというの知力の違いがあるだがこれを知ってしまえば人に知力の分け隔てはないまた人によってはあるものは思うままにこれを行いあるものはことさらに意識してこれを行いあるものは苦しみ努めてこれを行うという能力の違いがあるだが これを行い遂げて徳を積み道を広めるという成績に至っては能力の隔てなく誰でも同じである。しんく「学を好むは地に地行」「勤めて行うは人に近学」「恥を知るは優に近しと」とこの三者を知ればすなわち身を治むるゆえんの知る身を治むるゆえんの知ればすなわち人を治むるゆえんを知る。 人を治めるゆえんを知ればすなわち天が国家を治めるゆえんを知る。そこで孔子は自分から好んで学問して道と徳とを知ろうと努める者は三達徳に当てはめて言えばほとんど知徳を治めることができたと言ってもよく絶えずこれに励む者はほとんど人徳を治めることができたと言ってもよく。 人に徳が及ばないのを恥と知って道に奮い立つ者はほとんど有徳を治めることができたからといってもえっ、ー、とできたからといってもよいと教えておられるこのようにこの功学立功父の3つが徳を治める方法であることを知れば人は誰でもどのようにして自分の身を治めるべきかの方法を知るであろう。 身を治める方法を知れば順を追って人を治める方法を知るであろう人を治める方法を知れば天下や国,国家を治める方法を知るであろうおよそ天下国家を 治るに休憩ありいわく身を治るなり剣を尊ぶなり心を親しむなり大心を敬するなり軍心を対するなり庶民を慈しむなり百個をねぎろうなり円陣をなつくるなり諸侯を休んずるなり一体その天下国家を治めるには九つもの原則がある。 何かといえばそれは君主が我が身を正しく治めることであり賢者を尊ぶことであり親しい者を信愛することであり大臣を敬うことであり多くの神下を丁重に待遇することでありもろもろの民を慈しむことでありつかさづかさの後人たちをねぎらい励ますことであり遠い外国から来復する君を名付けることであり また国内の諸子を安心させることである身を治めればすなわち道ち立つ剣を尊べばすなわち惑わず。 信を親しめばすなわち諸夫、根底恨みず大臣を敬すればすなわち現せず軍臣を退すればすなわち死の法令を模し庶民を慈しめばすなわち百姓勤む百姓をねぎらえばすなわち罪をたる縁人を懐くればすなわち司法をこれに期す諸庫を休んずればすなわち天がこれを恐る。 この9つの原則がどのように行われ,行われるかといえば君主が身を治め納めれば身を治めるには道によるのでその国に道が行われることになる賢者を尊敬すれば義が行われるので君主は適切な処置を得て物事に迷わなくなり同族の者を侵害すれば仁が行われるので白祝夫たち兄弟たちは和合して 不平を抱かなくなくり、大臣を信任すればつまらぬ陰口に惹かれてその才能を見失うことがなく多くの神下を定調に待遇すれば師たちが業務に精霊して訓恩に報いようとすることが熱くなりもろもろの民を愛すれば州の民も君主を愛して農業に励み つかさづかさの公人をねぎらい励ませば公人たちも政策に精,精出して国家の器物調度に事欠かなくなり「御国の君を年頃に収めれば司法の国々が死体よってくるようになり国内の諸侯を安心させれば上ずる隙がないので天下の国々はこれを恐れはばかってよからぬことを企てず」。 天がはよく収まることになるのである。 再明,再明征服して礼にあらざれば動かざるは身を治むるゆえんなり善を残を去り色を遠ざけ顔を癒しみて徳を尊ぶは剣を進むるゆえんなりその位を尊くしその六を重くしその功を同じうするは心身を進むるゆえんなり勘は盛んに認識するは耐震を進むるゆえなり中心持てを重んずるは死むるゆえんなり忠心て六を重んずるは死を 進むるゆえんなり時に使い薄く治むるは百世を進むるゆえんなり日に帰りみ月に試み麒麟ことにきりんことに可能は百個を進むるゆえんなり行くを送り来たるを迎え善を読みんじて不能を憐れむは円人をなつくるゆえんなり 是正を継ぎ敗国を起こし乱を治め危うきを助け徴兵時をもってせしめ行くをあつうしてきたるをうすうするは諸侯を休んずるゆえんなりそれではこの九原則を君主はどのように行うべきかといえば祭礼にあたっては身を清め心をむなしうし衣服を正しくして刑を尽くし朝廷に臨んでは 仮初め,仮初め事をせずすべて礼に従って行動して道の尊厳さを知らせるこれが身を治める方法である。とかく君主には他人を抽象する残言がまといつき助食の迷いや陥助食の迷いに陥りやすいがこれらを退け金銭沈亡を 卑しい者として抑えて人間の徳を尊,敬し尊重して人の勤めべきところを知らせるこれが賢者たちを励ます方法である好意好禄を分かち与え祖先の威業を守る誇りと労苦を等を共にするこれが親族たちを励ます方法であるんうん その官職を権威あるものにし信頼して任せきる。これが大臣を自重してその責務に弁礼させる方法である。真心を持ってその功に報いるように俸禄を定める。これが市たちをその業務に精霊させる方法である。一定の時を限って工事に駆り出すだけにし。 国の宅へをつづまやかにして租税を軽くしその生活にゆとりがあるようにするこれがもろもろの民を農業に励ませる方法である日に月に日々月々に制作者の精度出来高などを検査するとともにその仕事の能率に応じてふち米を与えるようにするこれがつかさずかさの 人たちに精出させるる、方法である外国の君がお目見えになった時には礼儀を尽くして年頃に送迎しあまねく中国の道徳を納めておればおめたたえそれをわきまえていなくても慈しみをかけてその行為を入れるようにするこれが「御国の君」を年頃に納める方法である。成人の子孫が衰えた者には再び国を立てて 祖先の祭りを継がせ大国の後の滅びた者には新たに国を起こしてその人民を保たせ乱れた国は平らかに治めてやり倒れかかった国は助けて立ち直らせて諸国と遊行有楽を共にすることを知らせまた諸侯に彫金閉門させるには無用な煩いをかけないようにし 一定の時を限って行わせ諸侯やその使者が帰国するある時には帰国する時には多くの贈り物を与えその来たる時には貢ぎ物を少なくするようにさせるこれが諸侯を安心させる方法であるおよそ天が国家を治るに休憩あり これを行うゆえんのものはいつなり一体天下国家を治めるにはこのように九つもの原則があるこれを行い遂げる根本はただ一つである第三節。 三達徳休憩を行う唯一の根本は身に誠であることだと説く。およそことはあらかじめすればすなわち立ちあらかじめせざればすなわち排す。現前に定まればすなわちつまずかずこと前に定まればすなわち苦しまず。行くこと前に定まればすなわちやまず。道前に定まればすなわち定まらず。もといすなわち極まらず。 物事というものは始める前によく考えて計画すればすらすらと成り立つが計画しなければ中途で失敗するものである。意見を発表するにも前もって考えが決まっていれば中途でつまずくことがない。事業を行うにも前もって準備をしておけば中途で困難に陥ることがない。 遠方に行くにも前もって方針が立っていれば途中で引っかかって進めなくなることがない道を取るにも前もって目的が決まっていれば途中で踏み迷いどこへ行ったものかと行きどころがなくなることはないという次第なのである「海にあり 神に得られざれば民へて治むべからず。神に得られるに道あり、法有に信ぜられざれば神に得られず。法有に信ぜられるに道あり、親に順ならざれば法有に信ぜられず。親に順なるに道あり、これを身に反して誠ならざれば親に順ならず。身を誠にするに道あり、善に明らかならざれば身に誠ならず。 この道理で道を行おうとしてもその身の行政上の位は低く上位者の信任を得ていないのでは人民を治めようにも治められず政治の9つの法則などを行いようがないところで上位者の信任を得るには上位者におもねり気に入られるようなことではなくてそれ以前に踏んでおかなければならない一定の道がある。 友達に徳を行う人であるという信用がなければ上位者に信任されないのである。その友達に信用されるには際立ったことを行って名声を得るというようなことではなくてそれ以前に踏んでおかなければならない一定の道がある。親に素直でなければ友達に信用されないのである。 その親に素直であるには親を養って親を喜ばせるようなことではなくてそれ以前に行っていなければならない一定の道がある。そのことを自分自身について反省してそれが誠から出ているものでないならば親に素直ではないのである。さらに自分自身を誠にするにはその場任せに。 するのではなくそれ以前に収めておかなければならない一定の道があるそれは善を明らかに識得していなければ自分の自分自身に誠を備えることができないということである第4弾「誠は天の道」であり 性の本質であることを明らかにしこれを発揮して姿勢を持って天地に配すべきことを論ずる第一商談誠がごたっとく休憩の根本であるばかりではなく天道であると達観してこれを習得すべきことを説く 誠は天の道なりこれを誠にするは人の道なり誠なる者は勤めずして当たり思わずして、ええ、商用として道にあたる聖人なりこれを誠にする者は善を選んで固くこれを取る者なり広くこれを学びつまびらかにこれを問い慎んでこれを思い明らかにこれを弁じ熱くこれを行う 学ばざるあればこれを学びよくせざればおかざるなり問わざるあればこれを問い知られざれば知らざればおかざるなり思わざるあればこれを思いえざればおかざるなり弁ぜざるあればこれを弁じ明らかにせざればおかざるなり行わざるあればこれを行い 熱くせざればおかざるなり人を一たびにしてこれをようすれば己これを百たびす人をじったびにしてこれをよくすれば己これを千たびす果たしてこの道をようすれば具といえども必ず命十といえども必ず今日なり さてそのまこととは天が定めてあまねくこの世に行われるべきものとして敷いている道である。だから人々がまことを身に備えることは人としてなさなければならない道である。そして人間について言うとまことであるということはことさらに努力しないでも道にかないことさらに思い巡らさないでも物事の処理が適性を得るつまり心の欲するままにして自然に道にかなうということである。 この誠を従前に備えている者は聖人であるまた聖人に倣って誠を身に備える方法は物事について最善のことを知って選び取りかつそれを固く守って常に我と我が身につけておくことおくということそのことである誠を身に備えることつまり最善を我が身につけるということはどのようにするかを詳しく言えばまず第一には 司書・礼などをを広広く学んで知識を広める。第2には知れば知るほどまたこれを実行しようとすればするほど疑問が湧いてくるので疑問を包み隠すことなく物事の理りを細かに分けて先生に問いただす第3にはこのようにして学び知ったことを慎重に自分の身に反省してそれをどのようにして自分の行いとするかを考える。 第4には自分から行っていくにつれ物事に応対する間には前後矛盾する惑いが起こりやすいので明確にそれを判断して、ま、迷いを惑いを退けるそして第5にはいかなる場合にもいかなるところでも忠実に一筋善を行うのであるそこで人はもしも学ばないことがあればこれを学びこれを学び応せずには置かない。 問い漏らしていることがあればこれを問いただし知り尽くさずには置かない思い足りないことがあればこれをよく思いよく我が身につけずには置かない道理と窓糸をわきまえるのに足りないことがあれば資料を積んで道理を明らかにせずには置かない十分に実行することができないことがあれば努力してこれを行い 常に忠実な行いとせずには置かないというように徹底した努力を重ねるのである他人も我も同じ人間であるからもしも他人は才能が優れて才能が優れておって一度で以上のことができるならば自分はこれに100倍する努力を重ねて目的に到達することを図り他人が重度で できるならば自分は先度するようにたくましい気力で努めるのである。真にこの高学力行の方法を成し終えた暁にはたとえ才能の愚かなものでも必ず明智の人となり従順従弱なものでも必ず共有の人となってよく誠を備え ゆうの三たっを完成することができるのであるちゃんと読んだかななんか怪しいですね一応ここもう一度読んだここ広くこれを学びつまびらかにこれを問い慎んでこれを思い明らかにこれを弁じ 熱くこれを行う、学ばざるあればこれを行い、よくせざればおかざるなり、問わざるあればこれを問い、知らざればおかざるなり、思わざるあればこれを思い、えざればおかざるなり、弁ぜざるあればこれを弁じ明らかにせざればおかざるなり、行わざるあればこれを行い、熱せざればおかざるなり。 人、たびにしてこれを用すれば、己これを百たびす。人、とたびにしてこれを用すれば、己これを千たびす。果たしてこの道を用すれば、愚といえども必ず命、十といえども必ず今日なり。ここの仮名が私ちょっと気になるんですけどね。人、たびだから、たびだから、とたびって読んでるんでしょうね、きっと。 でもたびと千たびになっているので統一するなら人を一たびにしてこれを用すれば己これを桃たびす人をとたびにしてこれを用すれば己これをちたびすとか読むんでしょうかねちょっとこれも不自然な気がしないでもないので漢音読みに全部すると人いつたびにしていつたびってでも言わないよね。 うん人を5たびにしてこれを用すれば己これを吐くたびす人を1たびにしてこれを用すれば己これを1000たびすここちなみにテキサイなんて読んでますかねうんはいえっ、ー、とそうですねまあこれが私の読み方に近いですね。ひと旅 桃旅、び旅、た旅これは悪くないかな次第二章談誠は 明察力を備えた性の本具の作用であってその誠と名徒によって誠を発揮すべきことを明らかにした後その機能について人生物性を尽くして天地の仏を助けるに至ること個々のものの存立を充実発展させること全識であることなどを挙げて説く。 誠なるによりて明らかなるこれを性という明らかなるによりて誠なるこれを教えという誠なればすなわち明らかなり明らかなればすなわち誠なりところで身に誠を具備していることによって全ての物事の道理を知り抜いていていささかの誤りもなく行うものこれを天から人間に命じ与えられている性というのである。 つまり人間本来の性は誠を本質とし、明察力をその固有の作用として伴っているのである。また逆に学問・私弁などによって明察力を養って誠を充実させるもの、これを道を治める教えというのである。だから人は誠を愚備していれば、道理に明らかであり、道理に明らかであれば、 誠が充実するのであって人の性の性は誠の自発と性の自発と驚学の命と両面相まって働かせることによって発展するのであるただ天下の死生のみ要その性を尽くすとなす要その性を尽くせばすなわち要その性を尽くす要人の性を尽くす。 よく人の性を尽くせばすなわちよく物の性を尽くすよく物の性を尽くせばすなわち持って天地の開育を助くべし持って天地の亜を助くべくんすなわち持って天地と三たるべしそのとを発展させてこの世に最も優れた真の人となってこそその 性の誠を遺憾なく発揮することができるのである己の性を発揮すればそれを教えをよぼして他人にも人としての性を発揮させることができる他人にも性を発揮させることができれば人々と共に全てのものを適正に扱ってその本来の発展を遂げさせることができるものの発展を遂げさせることができれば 天地の万物を発生成長させる事業を助けることができればそれこそ天地と相並んでこの世における最も完全な人間となることができるのである。 その次は曲を極め曲ごとに世を誠荒らしむ誠なればすなわち現る現るればすなわち著す著すればすなわち明らかなり明らかなればすなわち動く動けばすなわち変ず変ずればすなわちかすただ天がの姿勢のみよくかするをなすその次には個々のものに誠を極めさせて 物にまことが備わればその物として外に形を表す形を表せばその物としての本質が充実する充実すればその物としての特色を明らかにする特色を明らかにすれば積極的に他の物に働きかける働きかければどんな物事 に対してもその処理を謝らないどんな物事に対してもその処理を誤らなければ他のものを感化させて誠を備えさせるこのようにしてただこの世で最も優れた姿勢の人となった者だけが他のものも感化させるのである姿勢の道はもって全知すべし国家まさに起こらんとすれば必ず抵消あり 国家まさに滅びんとすれば必ず陽月あり四季に現れ死体に動く家福まさに至らんとすれば善も必ず先にこれを知り不善も必ず先にこれを知るゆ異に姿勢は神のごとし。 また姿勢の行いは事の起こるのに先立ってそのことの成り行きをあらかじめ知ることができる国家が盛大になろうとする先には必ず福の兆しがあり国家が水亡しようとする先には必ず災いの前触れがあるまたそれらは牧税に現れたり在位者の行いざまに現れたりするそこで姿勢の人は家福が至る前に至る先にその兆し前触ればかりではなく その原因となる善事も必ず知り不善のことも必ず知って戒めるのであるされば死生の命地は神のようであるというのである第三章団「変種の主張と対応させながら誠が事故の完成であり 道の実現であってあまねく自他を根本から和合させることを明らかにしてその誠の発展が天道と合することを説きまたその全き一致を称える第一節「誠が事己の完成であり道の実現であって」。 自他をを根本かからら和合させることを明らかにしその発展は「天とと一致することを説く誠は自らなるなりしかし天道は自らよるなり」以上に論じてきたところによれば誠であることはそれは人間の本性そのものの働きであるから人間が各自に人間として自ら完成することである。 そして人間として完成するところに人間の道が自然に成り立ってゆくものである。誠はものの終始なりまことならざればものなしこのゆえに君子はこれをまことにするを堅としとなす。事故ばかりでなくまことであることはすべてのものがそれぞれの真の展開を遂げることである。もしもし 誠でなかったなら、そのものは独自の価値ある存在ではない。ないことになる。それだから君主は己を誠にして。尊厳にすることが最も大切であると考えているのである。誠は自ら己をなすのみにあらざるなり。ものをなすゆえんなり。己をなすは人なり。ものをなすは地位なり。性の徳なり。外内を合するの道なり。 ゆえに時にこれを置いてよろしきなりまた誠であることはこのように自己を完成させるばかりではなく他のものをもそれぞれに完成させることになるなるものであるとがそのように自己を完成させるのは仁の徳である他のものを完成させるのは地の徳である昔高い つまり誠は人間のうちに備わる性の人・地などの優れた徳でありしかもまたそしかもまた外もの,他のものと和合する道である。だから誠はどんな時に用いても常に物事の適正さを得るのである。 故に姿勢はやむことなし、やまざればすなわち久しい、久しければすなわち超あり、超あればすなわち遊縁なり、遊縁なればすなわち発酵なり、発酵なればすなわち公明なり、発酵は物を乗せる遊縁なり、公明は物を覆う遊縁なり、悠久は物をなす遊縁なり、発酵は地に配し、公明は天に配し、悠久は極まりなし。 格のごときものは表さずして現れ動か,さ動かずして返事動かずして返事なすのをしてなるさればまことを極めることはほんのしばしもやまないやまなければまことは長時間にわたって行われる長時間にわたって行われれば大きな効果を上げる大きな効果を上げればそれがはるか遠くの果てまで行われる 遠くの果てまで行われれば、広くまた上下に厚厚くく、行われる。厚く広く広く厚く行われれば世にも気高く明らかなものとして仰がれるこの広く厚いことは地があまねくものを乗せて追い立たせている徳である。 高く明らかなことは天がものを覆って頂戴させている徳である果てしなさと永久とは天地が無限にものを完成させている徳であるしてみるとまことの広く厚いことは大地の徳と相一致した性堂でありその高く明らかなことは天の徳と相一致した完成であり その果てしなさと永久とは天地の限りなさとともに無常の善として栄えてゆくことであるその誠の極みがこのように天地とともに栄えるに至ったものは殊更に誠を外に表そうとしないでもそれが輝きだし自分から働きかけないでも全ての物事に応対することを誤らず何もしないでも自然に世の中が 収まるるのである 2> 第二節天地の道が不断の展開によってその偉大さを成していることを明らかにしかつ文王の例を挙げて姿勢がその根本から 週末に至るまでそれと全く一致することを称える天地の道は天地の道は一元にして尽くすべきなりそのものたる字ならざればすなわちそのものを生ずることはかられず天地の道ははくなり,うなりこうなりこうなりいなりうなりきゅうなり その天地の道はたった一言で感銘に言い表すこともできるそれこそはただ一つ常に変わることなく働くそれだから天地間のものを発生させ成長させることが計り知られずに多いということであるしかも天地の道はやはり言い表せないほど紅白であり信仰であり崇高であり照明であり幽縁であり永久であって善美を尽くしているのである。 今それ天は C なるもとい今たる今それ天は C たる少々の大きなりその極まりなきに及んでは実月精神かかり万物終わる今それ地は一冊度の大きなりその高校なるに及んでは科学を載せて重しとせず科界を治めてもらさず万物載せられる今それ山は一軒石の大きなりその 広大なるにおよんでは草木これに生じ金柱これにより宝蔵起こる。今それ水は一尺の大きなりその測られざるにおよんでは現代光量、魚別生じ家財食す。ところで善備を尽くしている天地もそのもとにかえって考えればあの天はわずかな光がたくさん集まってくるのである。 そしてその限りなく数個証明であるのに至っては日日や月や星もここに位置して輝きあらゆるものがこれに覆われて育つのであるあの大地は一つまみの土がたくさん集まっているのであるそしてその限りなく広く厚くあるに至っては火山や岳山のような大山を乗せていても 重いととて振り落としもせず、大海や東海のようなあまたの水をおめていても多すぎるとて漏らしもせずまたあらゆるものがそこに乗せられているのであるその天地の作り出したあの山も一握りの石がたくさん集まっているのでありその広大であるに至っては草木がここに生え鳥獣がここに住みまた珍しい宝物がここからたくさん出るのである。 そのあの川,川も一救ついの水が集まっているのでありその計り知れないほど信頼であるのに至っては玄やだや水地や竜が魚や亀やがここに生まれ入れてここから貴重な物資がたくさん取れるのであるこれは善備を極めるには誠を病まずに治めなければならぬということの教訓である。 詩に曰くこれ天の命はああ僕としてやまずとけだし天の天たるゆえんを言うなりああ危険なるかな分能の徳の順とけだし分能の文たるゆえんを言うなり順もまたやまず <music> されば詩には天の分能に下したまえる命令はああ 満ち満ちて永遠に耐えることがないと歌っている思うにこの永遠に耐えることがないとは天がありとあらゆるものが寄りすがるその生存の大元である理由を明らかにしているのである続いて「死にはああ輝かしいかな天命を受けて国開きされた文能の徳の心こもりて熱いことよ」と歌っている思うにこの心をもっぱら込めた熱さこそは 文能が人の世に生きて生きる者が等しく最も良いこととして仰いでいる文という名を得ている理由を明らかにしているのであるこのように人間のもっぱらに心を込める誠は天と共に永遠に山ずつとめて永遠に栄えるのである第五段「死生の聖人並びにそれを志す君子は」 天下の体形すなわち道を経輪し天下の大本大元、すなわち宙を立てて天下の開駆すなわち対話を遂げて中様を全うすべきことを説く。第一節取得の聖人は礼を敷き道を完全に実現する」「それゆえ君主は聖人を志し特性を尊び学問し忠様によって道に終始する人物とならねばならぬ」と説く。 大なるかな聖人の道養々子として万物と発育せしめ他行して天に至る悠々として大なるかな礼儀三百意義三千その人を待って後行わるゆえにいわく癒やしゅうも取得ならざれば指導ならずと誠に偉大であることよ聖人が踏み行って人の道として示されていることは地上にあまねく 道渡ってよろずのものを転生のままに追い立たせながら追い立たせながらえさせて気高くも天高くそびえ立っているまことに豊かに偉大なことよこの世にある世の起きて礼儀の三百人の行いの起きて意義の三千はことごとくこの人によってこそ行われているされば本当にこよなき徳の人によってでなければ こよなく良き道は実現されないと言っているのである故に君子は「独性を尊んで文学により広大を致して整備を尽くし功明を極めて中庸により古きを尋ねて新しきを知りとんを持って霊を尊ぶ」そこで 聖人を藩として学ぶ君主は命名の特性を自ら尊んでその誠のとこを明らかにするとともに文学に、えー、学問によって霊道霊すなわち道を治めその誠の広大さを至らぬところなくするとともにものの詳しさ細かさを知り尽くしその功名を極め極めるとともに 常に変わらぬ忠誠を踏み行い一旦学び取ったことは復習して忘れぬようにするとともに未だ知らぬ新しい知識を獲得するに努め要は熱いまことの心をもとにして礼を尊んで学び絶えず学び絶えず徳を高くするのである。 このゆえに紙におりてはおごらず下となりてはむかず国に道あればその源持って起こすに足り国に道なければその目持っているるに足る死にすでに命にしてかつ鉄持ってその身を保つとそれこれのいいかかくて君子は高いくらいについていても 下位の人々におごり高ぶることがなく低い位いにいても上位の人々に背くことがなく常に好んで道を行う人物となるまたその国に道が行われている時には良い計り事を立てて行為について道を行い不幸にもその国に道が行われていない時には静かに道を守っていてもその身を全うすることができる死に 道に明らかな上に資料深いので何の誤りもなくその身を保っているとあるこれはこのように成人の道を収めた者の,のことを言っているのであろうよ。2> 第二節「王者として礼を敷くには徳といとを兼ね備えており時に合わなければいけないが一層重要な三権がある」。そこで、 君子はその三要件を尽くして自ら天下の法則とならねばならぬと説く。「神いわく具にして自ら持ちうるを好み千にして自らもっぱらにするを好み今の世に生まれて古の道に帰る」「格のごとき者は災いその身に及ぶものなり」と孔子は 愚かでありながら得てして勝手気ままに行ったり低いくらいにありながら得てして勝手気ままに取り決めたり今の世に生きていながら身近な務めを怠って遠い昔の道を追い求めたりするこういうものは災いが降りかかってくるのだと教えられた天使にあらされば礼を儀せずどうせいせず文を作らず 今は天下車木を同じうし文文を同じうし行い林を同じうすそのくらいありといえどもいやしゅうもその得なければあえて霊学を作らずその得ありといえどもいやしゅうもそのくらいなければまたあえて霊学を作らずし、いわく我家の霊を説く木は長するに足らざるなり我院の霊を学ぶ宋の損するあり 我州のをを学ぶ。今これを用う我は衆に従わんとこの道理で君子は天使の位についていなければ礼儀の定めを図らず土量校を統一せず共通の文字を定めないのであるところで現代は車の寸法も同じようになって交通が開け文書には共通の文字を用いて意見の交換が盛んになり 人々の行いは習わしが同じになって相互に理解し合えるようになった礼儀を制定するには最も適切で容易な時であるしかし天使としての位についているとしても本当に聖人の徳を備えていなければみだりに霊学を制定すべきではない聖人の徳を備えていても本当に天使の位になければ やはりみだりに霊学を作るべきではないのである。そこで孔子は「私はかの霊を人々に解き明かしている。だがかの霊は現代では木の国に行われているだけでそれがあまねく人々に行われるか否かは木の国だけでは明らかにすることができない。そこで私はさらに陰の霊を学んだ。陰の霊は宋の国があって伝えている。 私はさらに州の礼を学んだ。州の礼は、インの長所を合わせており、今日も用いている。されば、私も州の礼に従っているのだ、と言っておられる。孔子も軽々しく礼を定められなかったのである。 天下に王たるに三重ありそれ過ち少なからんかな神なる者は善なりといえども長なし長なければ信ぜず信ぜざれば民従わず下なる者は善なりといえどもたっとからずたっとからざれば信ぜず信ぜざれば民従わず天下に王として道を敷き広めるには三つの重要なことがあるこれらを備えているならば ほととんど誤りを犯すことはないであろうよなぜなら城代の例ではそれがどんなによくてもその実行の具体的な証拠がないその証拠がなければ庶民は信用しない信用しなければ庶民は安心してそれに従おうとはしないさればといって後代の法ではそれが自局に合致していて良いものであっても道としての尊厳さがない。 尊厳さがなければ庶民は信用,しない信用しなければ心から従おうとはしない要するに道は古今にわたってよく尊厳でありしかも実際の効果があって庶民が信用して服従するものでなければならないからである故に君子の道は これを身に基づけこれを庶民に聴取これを三王に考えて謝らずこれを天地に立ててもとらずこれを鬼神に正して疑いなし白星持って成人を待って惑わずこれを鬼神に正して疑いなきは天を知るなり白星持って成人を待って惑わざるは人を知るなり そこで3つの重要なことを備えた君子が王者として道を敷く方法は第1には自分の身を治めることを根本とし庶民に実施して信用されるという実行を挙げ嘉院宗3代の礼の良きことをとって行うということであり第2には 誠を極めて広大な天地の道に照らして背くことがなく鬼神に証を取ってもやましいことがないということであり第3には中陽によって100代の後まで考えてこの時の政人にかけてもやましいことがないということであり第3にはんもとい第3には中陽にもとい第3には中庸によって100代の後まで考えてその時の政人にかけて も自ら迷うことととがないというここであるこのうちの鬼神に証しをとってもやましいことがないというのは天すなわち道の根本を知ることである100代の後の政治にかけても迷わないというのは人すなわち道の務むべきことを知ることである。 この故に君主は動いてはいよいよ天下の道となり行えてはいよいよ天下の法となり言い手はいよいよ天下のノリとなりこれに遠ざかればすなわち望むありこれに近づけばすなわち開かずこのようであるからついには君主はその動作行為原林ことごとくが天下の人々の仰いで信じ従う道となり法則となり その人格は遠ざかってはいよいよ慕われ近づいてはいつまでも親しまれるのである。死に曰く「かしこにありて憎まるることなくここにありて厭わるることなし小犬川区は宿屋してもって周陽南せん、と「君子いまだ格のごとくならずしてつとに天下に誉まれある者はあらさるなり」。 このさ、えー、れば死にもかしこにあっても憎まれるようなことはなくここにあっても忌み嫌われることはないと神が褒めたもを小犬川区は賢み務めてこの限りなき誉まれを長く持ち伝えよと言っている。まことに君主はこのように憎まれることもいとわれることもないようにならないうちにはにわかに天下に誉まれをあげる。 ななどとといいうことはないのである。第三節三要件を完備した聖人として孔子を推損しその天地に配する徳を賛美した後ひいて死生死生の徳が完全無欠であまねく生類の尊心を受けついに道を敷き宙を立て対話を達して 理想の世界をを実現すること忠次は行春を素術し文武を検証する神は天の時にのっとり霜は水路による我々の戦時忠次は3つの重要なことを兼備しておられて開国の聖人の行春の道を元として受け継ぎまた近くの世の聖人の文の武王の道にのっとってこれを いいよいよ明らかにしさらに神は天の道に下は地の道にのっとってこれを全きものにして世に敷かれた例えば天地の実愛せざるなくふとせざるなきがごとし例えばシージの錯行するがごとく実月の対命するがごとし万物並び行くし愛損なわず道並び行われて愛もとらず 徳は潜流し体はし、これ天地の大なるゆえんなりされば忠次の道は例えば天地の一物ものせささ,せさ,さないせ支えないものがなく覆い包つつまぬものがないように広く厚く詳しく例えば春夏秋冬の順を違いずにこもごも巡り と月とが変わる変わるに照らすように高く明らかであり悠久不変であるさればここにすべてのものはおのがじしにどれもこれも成長してしかも互いにおかし損なうことがなくこの間に道があまねく行われてしかも互いにそごすることはない中時の小さな徳は川の流れるように自然に染み込んで人々の良き心を潤し 大きな徳は諸々の民を厚く感化させたこれが忠誉の道の天地のごとく偉大な理由であるただ天下の姿勢のみう聡明英知もって凛あるにたり勧誘恩重もって要あるにたり 悪狂合気持って宗あるに足り清掃忠誠持って敬あるに足り分離密殺持ってべったるに足るとなす不白沿線にして時にこれを言い出す不白は天のごとく沿線は淵のごとし表して民敬せざるはなくいいて民死んぜざるはなく行いて民喜ばざるはなし 忠臣のようにただ世にも優れた聖人だけが物事の是非に対しては耳ざとく鋭く見抜き資料が深くあまねく知っていて万民を正しく治める徳を豊かに備えているのである人に接するには度量が広く思いやりのある穏やかさがあってあまねく人々をかばい受け入れる徳を豊かに備えているのである。 物事に対処するには活発で実行力に富み意志強く決断力があって設備を守り抜く徳を十分に備えているのであるその対処する態度は容疑を整え厳かで真心を込め行いに偏りがなくて人々から尊敬される徳を豊かに備えているのであるさらにその処理の結果は 美しい綾があり物事の筋道が正されており緻密でありどれも明白であって物事の秩序を誤りなく分別する徳を十分に備えているのであるこのようにその徳は広やかで奥深くてしかも適切な時にこれを外に表すその広さは天のように手が知られずその深さは縁のように底が知られないので それをいささかでも表すと民はことごとく尊敬しそれをその意見にすれば民はことごとく信用しそれを実行すれば民は皆喜ばずにはいられないのであるここをもって生命中国に擁立し 引きて万博に及ぶ宗者の至る所人力の通ずるところ、天の覆うところ、地ののするところ、実現の照らすところ、僧路の移るところ、およそ血気あるもの尊心せざるなしゆえに天下に入すというさればこそその輝かしい名声は中国に満ちあふれてひいて司法の果ての未解明の民にまで及んでいるのである。 そればかりではなく船や車の至りつく果て人の足跡の通う果てまでもさらには天の覆っている限り地の乗せている限り日やつきの照らす限り霜の起き雨の落ちる限りのところですべて生きとし生けるものは再びたっ飛び生きとし生けるものはたっ飛び親しんでいるのである。 こういう次第であるから天地と相並んでいるというのである。ただ天下の姿勢のみ、要天下の体系を経輪し、天下の大本を立て、天地の開口を知るとなす。それ伊豆くん偏るところあらん。準々としてそれ人なり、延々としてそれ縁なり、高校としてそれ天なり。 このようにしてただこの世にまたとなく誠を極め尽くした者だけが天下を運営する大法則を正し収めその根本の中を樹立して万物の生成変化を遂げさせることができるのであるこの者が忠誠を失うなどというようなことはありようがないその徳はいとも年頃で人の善の限りを尽くし深きが上に深くて大地のように厚く 広気が上に広くて、天のように極まりがない。まことにもとより聡明聖地にして天徳に達する者にあらざれば、それ誰かようこれを知らん。 されえー、誠にひたすらさとく明らかに思慮深くあまねく知って欠け,るとこの欠けることのない全く徳に至りついているものを置いて他にそも誰がこのようにして万物の生成変化を遂げさせることをなし得ようぞ。第6弾「詩を引いて」。 人の特攻に努めるべきことを進め徳を治める根本は内政して毒を慎み誠に徹するにあることを説く第一節君子が徳を治めるには毒を慎むことから始め内政を主とすることを説く真曰わく錦を着て刑を加うとその分の現るるを忌めばなり 死には錦の衣の上には薄い衣を羽織っているその美しさよとある薄い衣を羽織るのは錦の綾が外にけばけばしく現れるのを嫌うからであって錦を内に秘めてこそ美しさが映える故に 君子の道は安全としてしかも日々に明らかなり精進の道は適然としてしかも日々に滅ぶこの道理で君子の守りを行う道はちょっと見ただけでは真っ暗で何もわからないが日が経つにつれてその良さが鮮やかになるこれに反して精進の行う道は ちょっと見ただけでは赤々と輝くばかり良いようだが日が経つにつれて消え失って消え失せてしまう。軍師の道は淡くしていとわれず漢にして文あり恩にして理あり陶器の近きを知り風の夜を知り美の剣なるを知れば 共に遠くにいるべし。「君子の守りを行う道は味わいに例えてみればあっさりとしていてしかも飽きが来ないように人々から長く慕われ音楽に例えてみれば大まかでしかも綾があるように」。 大きな輪合棘を玉に例えてみればしっとりとした艶があってしかも筋目がはっきりしているように気高さがあるだから遠方が近くから始まり風化がどこから起こるかを知っていればつまりかすかなことこそ世に現れるもとであるということを心得ているならば。 進んで床を収めることができるようになるのである死に曰く急みまた腐すれどもまたはなはだこれ明らかなりとゆえに君子はうちに帰りみてやましからず志に悪なからしむるなり君子の及ぶべからざるところのものは それただ人の見ざるところか。また死意はどんなに沼に深く潜み隠れていても外から探れば隠れた場所はやっぱりはっきり分かるとある。これはどんな隠し事でも知られてしまうことを教えているのである。だから君子は自分の心の内を反省して。 人に恥を恐れることがなくまた志に何の悪い点もないようにするのである平凡な人では及びえない君子の長所はただ他人がうかがいえない内面が収まっていることにあろうよ。 第2弾第2節、内政が深まるとともに徳が進み人々の尊心を得てついに天下を平地することを説く死に曰く何時の質にあるを見るに小犬川区はお苦労に恥ざれと故に君主は動かずしてしかも軽せられ言わずしてしかも信ぜらる。 そこで君主は次のように努めてゆくのである。死には、恩美がその祭りの質にあってことを行うのを見るにつけても、どうか意義を厳かにして、死には、恩美がその祭りの質に、うーんと、もとい、どうか容疑を厳かにして、神の下りたもう苦労の方に対して恥ずかしいことがないようになされよ、とある。これは慎み深い意義にこそ、身の、 徳を治める要であることを教えているのである。けざれば君主は慎んで意義を整えて身を治めるので、身を収めるので行動しないでも庶民に尊敬され、命令を発しないでも信用されるのである。さらに死には神がおおりになって諭したもうことは 言葉では聞こえないが祭りの庭に集まった人々はそよとのいさかいの声もなく静まり返っておとしを受けているとあるこれは誠を尽くしてこそ高い徳がなることを教えているのであるされば君子は誠を尽くし高い徳を治めているので賞を与えて進めないでも人民は喜んでその行に励み 怒って意向を示さないでも人民は死の滞在を受けるよりも恐れて悪事を犯すことを自分たちから戒めるのであるちょっと読んだかなここ死に曰くそうかするごと弦なきもこれい,い,いさかいあることなしと。 このゆえに君主は称せずしてしかも民喜び怒らずしてしかも民不悦より恐る次死に曰く非権なるかなこれ得百壁それこれ乗っ取るとこのゆえに君主は特許にしてしかも天が平らかなりついには死にん違うええー、っと 2個、3個、2個、123読んだかなちょっと惰性で読んでいたついには死に。 いとも輝かしいかな徳よあまの王君たちはその徳にのっとって国納めしているとあるこれは徳こそ天下の万民を治める根本であることを言っているのであるされば君主はひたすら己を上々修して徳を全うすることによって天下は自然に平和に収まるのである。 第三節詩の徳の極まりは内政を徹底して天命と一致する誠を自己のうちに悟るにあることを説く詩に曰く世は名徳による声と色とを題にせずと詩に曰く聖職のもって民を科するにおけるや末なりと詩には上亭は我は名徳を完備した人を頼みとする だが自分から声を怒らして命令したり、眼職を厳しくして、威勢を示したりはしないとお告げになったとある。この詩によって孔子は、聖令や厳罰で強制するのは、人民を強化する方策としては最もつたないと言っておられる。されば、もとい、詩に曰く、 徳のロキコと毛のごとしと毛はなおリンがり、上天の際は声もなく匂いもなしと至れり。されば死には徳の軽いことは一本の毛のようだとある。まことに徳こそ誰,誰にもいつでもどこでもたやすく用いられるべきものである。だが毛にはなお筋目の形がある。 そこで死には「上点の仕業は声もなければ匂いもない」と言っているのだ。人の徳も他人には知られぬ,知られぬ誠に徹しきってこそこよなきものなのである。もとい人の徳も他人には知られぬ誠に徹しきってこそこよなきものなのである。 以上、中を独量。うん。かなり集中力が続かなかったですけど、しょうがないですね。まあ、こんな感じで、だいたい2時間ぐらいかかるかなと思ってたら、本当そんな感じでした。それではまた後ほどありがとうございます。ごきげんよう。